K-136 または九龍は大韓民国の自走多連装ロケット砲、ロケット弾の開発は、ハンファ、システムの生産は大宇宙工業によって行われた。朝鮮民主主義人民共和国の保有する自走ロケット砲に対抗するため、1970年代に国防科学研究所により開発された。 1978年には28連装の試作車両が完成し、1980年代より36連装とした量産車が配備された。総生産数158両、量産車の生産数は156両。このほか、エジプトに36両が輸出されている。後継車両としては、天豊が開発されている。 これは 230mm 自走多連装ロケット弾発射機であるが、K136 の 130mm ロケット弾の使用も可能なシステムとなっている。方針 3.24m36 連装の発射機を備え、130mm ロケット弾36発を18秒で発射する能力を有している。命中精度は9から 16m250m ロケット弾としては、 原型となる K30 と2000年に行われた近代化による射程延伸型 K33 が運用される。弾頭重量は共に 21kg。通常の高性能作薬を用いた K27 と16000個の破片を散布する大人、及び非走行車両を目標とする硫酸弾 K28 が弾頭として用いられる。再装填の所要時間は10分。 車体は5トントラックのケム 809A1 を使用する。同様に、M809 系統の5トン車、ケム 813A1 を使用する弾薬車には、2聖車分に相当する72発が積載、可能である。弾薬車には、球弾機構は設けられておらず、装填は人力となる。再装填に要する時間は10分程度である。システムは、 車体から独立した運用が可能となっており、5トン級の積載能力があれば運用が可能であるため、弾薬車は代車としての運用も考慮されている。発射機の動作は、油圧が基本となっているが人力によって行うことも可能である。射撃は、車内及び、車外の双方から制御が可能とされ、単発から一部の発射、正射まで対応しており、発射間隔は0.5秒。 初元は射撃版あるいは計算機によって発射機に与えられる。加えて1.25トントラックケム450に搭載された地上風観測装置により初元の修正が可能となっている。10.25メートルの高さを持つ観測装置によって平均値と瞬間風速を射撃管制装置に伝達するものとなっている。軍団あるいは師段単位で 火力支援として運用された。2010年に発生した延別坊島砲撃事件の後、延別坊島と白島に臨時に配備され、2011年には常駐に切り替えられている。ありがとうございます。